ハイエンは、ドイツ連邦共和国にーダーザクセン州、ホルツミンデン軍に属す、町村でザムトゲマインでボーデンベルダーポレを構成する、市町村の一つである。ハイエンこの町は、ベーザーベルクラント地方の中央部、ベーザー側の低地とイート山の高台との中間に位置する。ハイエンは、北西と北を、ハーメルンイコールピルモント群、エンマータール、東をハレ、南を、ボーデンベルダー、 南西をヘイレンと境を接している。2004年6月の第一週末にハイエンは建設宣伝祭を祝った。ハイエンは1004年にヘゲンという名で初めて文献に記録されている。この表記は1197年にヘインと変化し、1316年には現在の表記となっている。海村上の集落構造は古くからアインベック・ハーメルン間を結ぶ。 軍事道路で二つに分けられていた。1759年頃にこの街道は激しい往来があった。この頃、ここに通行税を徴収する石書が設けられた。ハイエンは古くはブラウンシュバイク公領に属し、1569年に宗教改革がなされるまでは近隣のカトリック信者の教会長であった。現在は西御室となっている。 ロマネスク様式の筒型ボールとの上の重量感のある塔はこの境界の最も古い部分である。1960年代の改修作業により、内人室のロマネスク様式の窓と12、13世紀の墓標が発見された。ベーザーサガンを掘って作られた1625年のアライライバンもある。ハイエンの南、ボーデンベルダー方向のハイリゲンベルクの尾根に、1985年に、 修復された古い教会の基礎壁が残されている。1896年の発掘で11世紀、13世紀、17世紀の3つの世代の建築があったことが証明されている。この遺跡から約200メートル南東にリングバルがある。これはホルツミンデン群で最も古い防衛施設の一つである。ピラミッドと呼ばれる新旧マッサージ訓練所この町は、 農業と林業によって成り立っており、油な栽培がなされている。肺炎にはビリー・ペンツェルの新旧マッサージ訓練所がある。ありがとうございます。